マクロスシリーズマクロスデルタワルキューレワルキューレは、テレビアニメ、マクロスデルタ及び、関連作品に登場する架空の女性5人組の、音楽ユニット。または各キャラクターの声や歌を担当する、女性声優、歌手ら5名による実在するグループである。キャッチフレーズは、超時空ヴィーナス。ワルキューレは、生函複合企業体ケイオスの情報、芸能部門に所属する、 戦術音楽ユニットである。銀河系各地でも威いを振るう、謎の奇病バールシンドロームを、歌の力で沈静化するために結成されたユニットの中でも、ワルキューレは先駆けにして一番の成功例となっている。また、銀河ネットワークチャートに常時ランクインする、アーティストという一面もあり、メンバー入りに憧れる少女たちが急増している。ワルキューレの活動には、 第一次聖刊大戦の直後から歌の力を研究している謎の人物、レティエムの遺構が絡んでいるとされる。メンバーは惑星ラグナに駐留するケイオスラグナシブに所属し、周辺星系を中心に作戦を展開している。バール対策活動においては、ラグナシブ第三戦闘航空団の可変戦闘機、舞台デルタ小隊と共同任務にあたる。両者は、 ラグナのバレッタシティに鎮座する巨大戦艦マクロス、エリシオンを拠点とし、その左腕部にあたる宇宙空母アイテールに乗艦して移動する。メンバー選考は2063年に始まり、最初にケオス職員だったカナメバッカニアとレーナ・プラウラーが適性を見出された。2064年の第一次オーディションに合格した、マキナ、中島、クレア・パドル、リディル・グローンが加わり、 金メを中心に5人編成でスタートするが、訓練期間中にリディが脱退した。2065年に4人組ユニットとしてデビューした、あとは歌の効果を実証できず活動中止の危機に瀕するが、アイドル風衣装の採用やデルタ招待との連携作戦など試行錯誤を積み重ねた結果、次第に実績と知名度を高めていった。振動からクレアが脱退するも、新たにビグも、 銀のメールが加入し、金目に代わってエースボーカルに就任。彼女の圧倒的なパフォーマンスがメンバーを触発し、さらなるユニットの成長を促した。2067年4月の第3次オーディション後にフレイア・ビオンが加入し、以降は5人編成となる。エースボーカルのビグモは他のメンバーでさえ蘇生を知らない謎に包まれた存在。フレイアはアルキューレに憧れ。 故郷の惑星ウィンダミアを飛び出してきた新メンバー。最年長の金目はリーダーとしてユニットをまとめ、レーナはハッカー、マキナはメカニックとして一流の腕前を持つ。ポジション的には、ビグモとフレアがメインボーカルを務め、バックボーカル3人の中では金目が前に立つという関係にある。ユニットの象徴として手の甲を逆さに向けて、 手の指で、アルファベットの W の形を作るハンドサインがある。サインの作り方はメンバーによって異なる。戦術音楽ユニットの結成には、バロータ戦役当時のサウンドフォースや、ジャミングバーズ、バジュラ戦役当時のランカリーや、シェリルノームといった歌い手たちから得られた、ホールドエフェクト研究の成果が反映されている。バールシンドロームの罹患者は健常から突然自我を、 失い、異常な興奮状態となり、暴ト化する。原因は、完全に解明されていないが、体内に強制する、フォールド細菌の活性化が関係していると、考えられる。フォールド細菌を抑制する方法としては、フォールド因子受容体という特殊な受容体を持つものの、歌声に含まれる、生体フォールド波が、効果的とみなされている。歌声を聞かせることで、 バール発症者を正気に戻すことができるが、根本的に感知させられるわけではない。ワルキューレのメンバーは皆フォールドレセプターが高い数値を示しており、新メンバーオーディションではその数値が合否の判定材料となる。生体フォールド派は、ライブでなければ、バールへの効果が激減する上、歌い手の危機的状況によって発声レベルが変動する。このため、メンバーは、 バールの暴動発生地点へ出向き、あえて危険に身をさらしながら戦場ライブを行う。メンバーには歌の力のみならず、戦場で生身で歌う覚悟も求められる。通常はユニット単位で活動しているが、バールが複数同時多発的に発生した場合は、単独もしくはサブユニットに分かれて対応することもできる。メンバーが戦場に似つかわしくない、華やかな衣装をまとい。 派手な見えを切るのは、ボートの注意を引きつけて、鎮圧作戦を効率化する目的のほか、民間人に、ワルキューレが来たから、もう大丈夫と、安心させて、混乱を防ぐためである。様々なジャンルの曲を歌うのは、どのような歌が、バール鎮圧に効果があるのか試すためである。衣装には、フォールドプロジェクターが備えられており、着用者の周囲にホログラフィを投影し、 コスチュームチェンジを行う。バイオシルク製のアンダースーツやメイクアイテムには防弾機能や対抗学兵器成分が含まれている。腰周りに巻いたガスジェットクラスターから窒素ガスを噴出することで空中を短時間飛行したり方向転換することができる。またメンバーの歌声にはバール発症のリスクを低下させる効果もあるため平常時には星々を訪問して ワクチンライブを開催している。その模様は銀河ネットで配信され、高い人気と知名度を得ている。新型機 VF-31 ジークフリード5機で編成されるデルタ正体は、戦場ライブではワルキューレの護衛役を果たし、ワクチンライブではアクロバット飛行のパフォーマーとして会場を盛り上げる。機体にはホールド派を増幅するホールドクオーツや、 小型飛行体マルチドローンプレートといったサポート用の特殊装備を搭載しており、エアショーではフォールド波を増強するスモークを散布する。ワルキューレ自身もマルチドローンプレートを遠隔操作し、ライブの演出装置としたり、銃弾を防ぐバリアを展開したりする。所属メンバーの詳細なプロフィールや設定、物語上の位置づけなどについて述べる。以下は特に記述がない場合テレビ版。 マクロスデルタのものである。劇場版マクロスデルタ劇場のワルキューレにおける変更点や位置づけについては、同項目の登場人物武士を参照。第1回オーディションで、マキナと同時に合格し、ビグモやフレイヤーが加入する前に所属していた初期メンバー。マクロスシリーズ制作の中心的人物である、川森正春は、シリーズ前作、マクロスフロンティアの制作中から、 次回作の歌手はユニットにするという構想を持っていた。これは近年のアイドルユニットアニメの盛況とは関係なく、女性歌手二人が登場したマクロスフロンティアと被らないためであり、シリーズ過去作ではまだユニットものに挑戦していないという理由もあった。また、AKB0048 においてリアルタイムで活動する AKB48 を間近で取材できた経験も大きいという。 AKB48 選抜総選挙の順位発表会の異様な緊張感を体感したことが、ワルキューレの戦場に出る覚悟という部分につながっている。AKB0048 は主要メンバーだけで17人という大女帯だったので、今回は人数を検討した結果5人編成になった。企画段階の作品のスタンスは、マクロスプラスに近く。 空中戦技協議会で腕を競うパイロットチームを音楽ユニットが支援し、歌の力で選手の能力がブーストされるという話がメインだった。その後、敵対勢力としてウィンダミアを設定し、シリアスな戦闘物にシフトしていく中で、歌の役割も変化している。マクロスシリーズの場合、歌が戦いを収束させることがすでに知られているので、今回は発想を変えて、 歌が聴くことを前提とし、生物が凶暴化する奇病に、歌で対抗する音楽ユニットという設定が生まれた。歌の意義や凄さを明確化するため、作中では、戦術音楽ユニットという呼称を用いて、アイドルではないことを示している。ヒロインのフレイア・ビオンは、マクロス・フロンティアのランカリーやゲーム、マクロス30銀河をつなぐ、歌声のミーナ・フォルテと同じく、 一般公募のオーディションで選ばれた新人が声と歌を担当する。今回は2014年末に告知された歌姫オーディションに応募した約8000人の中から18歳の鈴木みのりがフレーヤー役を射止めた。エースボーカルのビグも銀のメールはマクロス7のネッキバサラやミレールジーナス、マクロスフロンティアのシェディルノームと同じく 声優と歌手がそれぞれ声と歌のパートを分担する。ビグモの声は小清水亜美が担当し、歌は新人のジュン奈が担当する。ビグモの圧倒的な歌を歌いこなせる人材探しは難航したが、ビクターエンタテインメント関連の音楽オーディションに応募していたジュン奈に声がかかり、マクロスシリーズ最年少の歌姫に選ばれた。他の3人は現役声優のオーディションを同時に行い、 金バッカニア、マキナ、中島、レーナ・プラウラーの順に決定した。金メ役は、候補者の中から適任者が見つからず、ビグモ役のオーディションを受けに来ていたアンノが帰り際に、呼び止められ、15分間で、金メのセリフと課題曲を覚えて、審査を受け直し、合格したという巡り合わせがある。順来以外の4人は、学生の頃、マクロス・フロンティアを見て楽しんだ経験があり、 8年後のマクロスデルタに演者として参加することになった。マクロスデルタの音楽を担当したフライングドッグの福田正夫プロデューサーが目標としたのは愛覚えていますかのように世代を超えて長く愛される耐久性と飽きずに何度でも聴きたくなるような中毒性であった。そこで J-POP という呼び名が生まれる前の昭和秋の歌謡曲に着目し、 歌詞、メロディのなりふり構わない、ベタベタ感や弾きの強さが一周回って新しいのではないかと考えた。マクロス・フロンティアでは、菅野陽子が音楽面のすべてを担ったのに対し、本作では、チーム体制で様々な作詞、作曲家が参加している。福田は、5人組アイドルユニットと、バックで踊るバルキリーという初期案から1990年代末に活躍した。 ダンスグループフォルダーを連想し、フォルダーをプロデュースしたコモリタミノルにビグモ曲の、いけないボーダーラインとフレイヤーア曲の、ルーンが、ピカッと光ったらを依頼した。また、キャッチーなコモリタとは別ラインで、王道感のある、松本良貴に、アクシア大好きで大嫌い、キラキラ感のある姉電話夢屋に、恋、ハレーションザウォー、深く訂正、コズミックムーブメント、ジリティックビギナーを依頼し、 これら6曲を川森総監督らに聴かせると曲調は別々でも全て良いという反応を得たため歌謡曲路線を抑えながらオファーの範囲を広げていった。また戦闘シーンのバックに使える曲というオーダーから一度だけの恋なら僕らの戦場、ワルキューレアタックなどの楽曲が生まれた。ファーストアルバムでは王道な歌謡感をコンセプトにしつつ セカンドアルバムでは、クラブ系やアキシブ系にも声をかけている。川森は、楽曲のタイプについて、鈴木は、新人で明るく、感情豊か、淳奈は、パワフルで、戦場的、安野は、包容力と真の強さ、東山は、ディークなハッカーらしさ、西田は、チャーミングなアイドル感と述べている。メンバー全員が揃う機会は2016年3月が、最初で、 レコーディングは別々に行っている。通常のアイドルユニットは全員平等にユニゾンで歌うことが多いが、ワルキューレはメインボーカル2人とバックボーカル3人に序列をつけるというコンセプトがあった。しかし、レコーディング中に声優たちの歌唱力が予想を上回っていたため、ポジションをある程度平等にした本格的な語世、コーラスユニットへと方向転換していった。 福田はコーラスで聴かせる史上初の声優ユニットが理想と述べ世紀のサタではない複雑なコーラスワークを録音しているライブでは振り付けやフォーメーションが加わるため歌い分けを簡略化する予定だったがメンバーの希望により CD 音源の再現を目指しているアニメ本編の作中歌は CD 音源とは担当パートが違っていたり演出に合わせて テンポが変化したりする。アフレコスタジオで声優がキャラクターの芝居を演じた後、その場で感情を入れて歌を撮り直すこともある。アフレコに参加しないジュンナはレコーディングブースにモニターを持ち込み映像を見ながら収録した。ワルキューレを英語読みしたバルキリーはマクロスシリーズの初代主力可変戦闘機 VF-1 の愛称であり、可変戦闘機全体の通称でもある。 マクロスデルタでは、ワルキューレの他に、ジークフリード、フレイヤー、カイロス、エリシオンといった北欧神話やギリシア神話由来の名称が使われている。ワルキューレのキャラクター原案は、カプコン所属の三田千尋が担当し、創作画監督のマジロがアニメーション用、キャラクターデザインを行った。三田はゲーム、エクストルーパーズのキャラクターデザインを手掛けており、 その PV をサテライトが制作したことが縁で本作に参加することになった。ワルキューレのロゴは美術デザイン担当のロマントマが手掛け、マクロス・フロンティアのキャラクターデザインを担当したエバタ・リサがステージ衣装デザインに協力している。作画面では、ワルキューレの変身シーン、ダンスや技術的に難易度の高いカットはメインアニメーターの中山龍が担当している。 近年のアイドルアニメはダンスシーンを 3DCG で処理するケースが増えているが、本作はダンサーの振付 VTR を参考に手書きしている。劇中の振付メガボルト、ライブは基本的に武田舞香が担当。ファースト、セカンドライブのみ、野戸有沙が監修している。ビグモやハインツツーヨが歌うウィンガミアゴの歌詞は、川森が作った大役表をもとに、 クボタミナが作詞した。表にない場合はクボタが、ラテン語やエスペラント語、東欧やケルトの言葉を参考にして、新しい単語を作った。2016年、ジュンナと、西田冒険と、鈴木みのり、安野清野と、東山奈緒、マクロスデルタの前期オープニングテーマ、一度だけの恋なら、は、マクロスシリーズとしては初めて歌い手が出演する、プロモーションビデオが制作された。 YouTube における公式動画は再生回数が1900万回を超えた。デビューシングル、一度だけの恋なら、ルーンがピカッと光ったらは、オリコンデイリーチャート最高2位、ウィークリーチャート最高3位を獲得。ラゾーナ川崎プラザで行われたリリース記念無料ミニライブには約1万人を動員した。メンバーは5月18日の目覚ましテレビの音楽コーナーに、 ゲスト出演し、デビュー曲が、歌田光を抑えて配信ランキング1位を獲得した、と紹介された。ファーストアルバム、ワルキューレアタックは、オリコンデイリーチャート最高1位、ウィークリーチャート最高2位を獲得。セカンドシングル、絶対レードシータノバティック、破滅の順序は、オリコンデイリーチャート最高2位、ウィークリーチャート最高6位を獲得。セカンドアルバム、 ワルキューレトラップは、オリコンデイリーチャート最高3位、ウィークリーチャート最高3位を記録した。アルバムは2作品とも、ゴールドディスク認定され、ワルキューレアタックは、第31回日本ゴールドディスク大賞において、アニメーションアルバムオブザイヤーを受賞した。8月9月には、大阪、名古屋、東京のゼップで、三強プレゼンツマクロスデルタ戦術音楽ユニット、 ワルキューレファーストライブインゼップワルキューレアタックを行った。2017年2017年1月25日に、レアトラックアルバム、ワルキューレが止まらないをリリース。1月28日29日には、三曲プレゼンツマクロスデルタ戦術音楽ユニット、ワルキューレセカンドライブイン、横浜アリーナ、ワルキューレが止まらないを開催し、2日間で2万2千人を動員した。 29日の公演には、ビグモ役の小清水ミとクレア役のヒカサヨコがゲスト出演した。6月7月には、鈴木と淳奈がロサンゼルスと上海で行われたアニソンワールド祭りに出演。8月6日には、日本最大級の野外フェス、ロックインジャパンフェスティバル2017に出演した。2018年、劇場版マクロスデルタ劇場のワルキューレ公開に、 合わせて2018年2月14日に、サードシングル、ワルキューレは裏切らないをリリース。2月24日25日には、横浜アリーナで、三協プレゼンツ、マクロスデルタ戦術音楽ユニットワルキューレサード、ライブ、ワルキューレは裏切らないト、横浜アリーナを行い、日本各地、香港、台湾、韓国の映画館で、ライブビューイングが催された。 9月23日に豊洲ピットで戦場のプレミアムライブイベントを行い完全新作の劇場版2作目の制作を発表した。またメンバー5人はそれぞれソロアーティストとしてもワルキューレと同レーベルのフライングドッグからデビューすることになりワルキューレの作詞家、作曲家たちから楽曲提供を受けている。2019年2019年2月2日に フライングドッグ10周年記念ライブ、イヌフェス。6月1日2日にメモリアルライブ、マクロスクロスオーバーライブ2019に出演。10月5日6日開催のイヌフェスに、には5人ともソロとして参加した。3月1日には、いけない、ボーダーラインが、平成アニソン大賞キャラクターソング賞に選出された。2020年2020年5月27日に、 劇場版マクロスデルタ絶対ライブのイメージソングとしてホースシングル未来は女のためにあるをリリース。オリコンデイリーチャート5日間連続1位、6月8日付のウィークリーチャートで自身初の1位を記録した。38年に及ぶマクロスシリーズの歴代音楽タイトルの中でも初のオリコンウィークリー1位獲得となる。また、ビルボードジャパントップシングルセールズでも 自身初のウィークリー1位を獲得した。7月から8月にかけて2度目のライブツアー、3強プレゼンツワルキューレライブツアー2020、ワルキューレは諦めないを開催し、全国ご都市のゼップを回る予定だったが、新型コロナウイルス感染症の流行により、開催延期となり、12月から翌年に1月にかけて改めて開催することになった。また、 延期前の最終公演予定地だった8月22日、ZEP 東京にて無観客ライブを収録し、三強プレゼンツエアワルキューレプレミアムライブツアー2020ワルキューレは諦めないと題して10月3日に、ショールームにて有料配信した。2021年2021年3月6日、第15回声優アワードにて歌唱賞を受賞した。出演番組。 3回ベントライブ単独ライブワルキューレの歌唱曲を劇中で使用されている順に記す。特殊エンディング会の場合は、挿入歌、ED テーマに分けて表記する。歌詞名は突起なき場合は、ワルキューレ、フライングドッグより発売、作品内、ありがとうございます。